はい、こんな感じでね、もうタイトル画面から結構かっこいいですかっこいいですね。キャー影かっこいいみたいな感じのね、うん、そんなタイトル画面なんですけども、うんうん、ちょっとそれ見ながらいきましょうか。ゲームスタートで、あ、姫がよちよちそんな歩いてるともう捕まってしまいますよっていうところで、完全にもうかもうさらわれのプロかのように捕まってしまいます。え、影登場というか、姫を助けろみたいな感じで影登場します。まあこんな感じでもう刀を振り回して、もう忍者アクション炸裂でね、ちょっとこの頃からアクションゲームのね、そのアクション自体がね、大胆になってきたんで、こんな感じでかっこいいんですよ、うん、ね、こいつ要望っていうのがね、ちょいちょい出てくる、ちょっと強い敵なんですよね、うん、火吐くんですよね。この火が怖すぎて、空中戦に持ち込んだ方が安全なので、こういう戦い方しました。そしてパワーアップのこれは弾です。これで影がパワーアップします。うん、手裏剣がちょっとね、パワーアップしたりとか、そんな感じでね、もうこの忍者アクションがたまらないですよね。それちょっと飛びますけれども、またこの要望が落ちて、うまいこと倒して、また玉が出ます。これで3段階目のパワーアップです。影が変わっていく、はい、僕の色もうスピードが違います、これ。まあ一番、まあ手裏剣をこれで1回食らっても、1回パワーダウンするっていう風な感じの、で、これで巻物を取ったんですけど、これは雅の術です、うん、雷にどんどんその青鬼と赤鬼が撃たれて点が入っていくっていう結構地味な効果なんですけど、これがね、抜け道なんですけどね、次のステージで、あ、今のがちょっと隠れキャラでワンナップのキャラだったんですけど、この青鬼を10体倒せば次のに進めるという。そしてこれは城壁のステージなんですけど、はい、もう忍者アクションっぽい、上に行ってくださいよみたいな印出てますけど、上に目指すようなそんなステージなんですけど、上に行ったらクリアということで、割とシンプルで。なるほど。さあ、城内に着きましたということで、はい、姫、助けに参りますぞということで、どんどん、こうやって、上がっていきます。はい、結構立派な城です。ここら辺でまた出てくるんですよ、この要望が。ということで、ちょっと一回やられてしまいますけど、はい、この火が怖いんですよね、この要望の。うん、うん。それでも、姫、どこにいてるんですか、姫、助けに行きますぞ、みたいな感じで、もう影は必死でございます。姫どこにいるんですか、姫いたということで、姫上に逃げましょうということで、いきなり全然屋根まで登ってしまいます。シャチホコがあるってことは名古屋城なのかどうなのか、姫こちらでございます、あ、姫これお逃げくださいということで、大ジャンプ、姫大丈夫ですか、この着地の衝撃とかって心配になるぐらいの大ジャンプなんですけれども、割と姫が無事ということで、姫こちらでございます、追手が来ます、急いでください、姫、ああ追手が来ます、あ、姫、あーということで、全然またさらわれてしまいます。もうさらわれのプロということでね、この霧姫はね。そしてボスの、先ほどの草原棒なんですけれども、はい、攻撃が効きません、なかなか。上に怪しげな蝶が飛んでおります。この蝶を先に倒すんです。あ、なるほど。そしたら攻撃が効くようになって、こうやって1体ずつ、うん、丁寧に倒していくと、うん、はい、これで1面クリアです。まあ飛びまして、これが2面のボスです、はい、先ほど言いました霧雪之介大のイケメンです、はい、の蝶を倒して、この華麗なアクション、まあ雪之介様みたいな感じで、もうどっちに人気が出てるのかようわからんような状態になると思うんですけど、うん、こんな感じでね、刀をバチバチ触れ合うような激闘が繰り広げられますけど、あ、意外とあっさりやられたということで。そしてこれが3面、最後の面なんですけども、はい、ここでも、これが雪草陽子郎、ラスボスでございます。蝶を倒してから。もう空飛んでますからね。その魔界の魔性のものですから。魔界の侍ですからね、この、まともではございません。でも意外とあっさりやられるということで。姫ーということで、ようやく助け出せました。めでたし、めでたし、みたいな感じなんですけど、またこの後姫さらわれて、この感じ、この3面一くくりがどんどん続いていく、うんうん、これが、影の伝説でございます。うん。